人に意外な歴史あり、店主が元〇〇のお店パート2でございます。あ、いいですね。意外な過去がね。そうなんです。ということで今日2店舗ご紹介しましょう、はい、こちらです。まず富士市にあります家具屋岩本山カフェ、そして静岡市の葵区にありますねノーブレスルシャルム治療院。おしゃれですね、どちらも。2店舗ご紹介します。まずは富士のお店からいきましょうか。こっちよ、ちょっと富士だとね、はい、こちらです。はい、編集長お願いします、はい、こちらなんですが岩本山公園内に今年オープンした絶景カフェなんですね。行った、はい、そうなんです。あの僕も今年に中継行かせていただいたすごく美味しいお店なんですけど、あの富士市にはあの富士山に帰っていくというかぐや姫の伝説があるんですが、はい、その舞台となった富士市街が一望できるそんな絶景カフェなんですね、うん、そしてこちらのお店旬を大切にしていて年間4回も季節ごとのメニューに変更をしているんです。なかなかカフェとしては珍しいですね、うん、そして大人気なのがこちら自家製パンケーキなんですが、かぐや姫の満月を思わせるようなケーキでして、リコッタチーズを使ったケーキなんですね。とても美味しいです、はい、そんな意外な前職を持ってらっしゃる店主の方、はい、この方です。もう僕中継の時お世話になりました諸星学さん、はい、諸星さんちょっとこっちですね大丈夫ですか、はい、さあ皆さん、この諸星さん何をやってらっしゃった方か想像できますか。でもやっぱこう腕がこう太いから、はい、あーそうですね、ボディービルダー、スポーツジムのトレーナーとか、はい、はい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 、YouTuber、 あー、まあここのね趣味がね出そうにないですね。え、違うの。違うんですよ、やっぱそこが前職意外なところ攻めていきましょう。実はこれです、元イラストレーター。素敵なリアクションありがとうございます。でもこうしてね、クリエイティブな一面が終わりなんですよ。繊細なお方ですね。やっぱり当時描いてたイラスト、ね、いかがですか、ご覧になって。おしゃれですよね。ほらレトロ風な絵なんだけれども、なんか新しい身も感じるしね。で、そのイラストレーターの経験が意外と今のお仕事に生きているそうなんですよね。こちら、あの実際にお店で使ってらっしゃるこのかっこいい、なんですかね、マグカップの熱くないようにする、はい、専用用具あるから金属カップカバー、そういうところしっかりあるからね、専門用具あるから。ちょっとなかなか普段コーヒー飲まないもんね。どかったな、今のやつ熱くしないようにするもの。今の説明今年最悪だったよね。でも間違いではない、間違いではない、分かりやすく、分かりやすく、あとね、こうお店の上りだったり、うん、クッションカバーにいろんなところにそのデザインが生きてるんです。この携帯ケースとか欲しくないですか。かっこいいよ諸星さん、携帯ケース、今がチャンスです。いやいや、かっこいいですよ。ちょいいのよ、ね、ステッカー欲しいね、スーツケースに。いろいろできますね。コラボよね、こうなってたら。コラボ、やっぱり今、いろいろなハイブランドがコラボしてるから、それいいねと、やっぱりコラボして、広げていきましょう。お、いいじゃないですか。はい、お依頼さんの皆さん、よろしくお願いします。依頼さんの皆さん。で、今僕が発言したことによって、全部の3泊ください。そうそう、何かを用意しましたね。大丈夫です、はい。さあ、続いてのお店、まだまだございます。こちら、編集長、お願いします。はい。こちらなんですが、体内の新陳代謝へ直接働きかけ、健康的な美しさを引き出す美容鍼灸サロンなんですね。はい、このようにここ気になってた、もう顔一面針を刺すメニューもあるんですが、はい、まあ、針が苦手な方は針を刺さない針というのもあるんですね。針を刺さない針、何になるんですか。刺さない針というのがあるんですね。はい、あるみたいです。あるある、ありますよ、ね、あります、あります、あります。あとはあのフェイシャルマッサージなどもありますので、はい、ぜひ斉藤さん、原田さん、ますます美しくなりに行ってみてください。ここ気になってた、看板おしゃれなんですか。私も、はい、私も欲しい、欲しいよ、欲しい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 。さあ、ではこの店主の方がどんな〇〇だったのかですよ。そこよ、まずご紹介しましょう、こちら、川村真美さん、お年が26歳、本当に若い方なんですよ、うんうんうん、悩みは異性との出会いがないことだそうです。そうか、やっぱり、やっぱ優しそうな顔してるんで、保育士さんとか、うん、以前やってたんじゃないですか。増材、何ですか、増材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 、なんかタイとかに行ってそうじゃないですか。タイに行っていろいろマッサージとかちょっといい、斉藤さんの前振り嫌なのよね言っ
ちゃうと流れ斎藤さんが落とすみたいな暴走機関車なんだから確かにねタイミングないんだからじゃあ正解に参りましょう、はい、動画がありますのであれ動画からご覧ください。こちらです。はい、一輪車。そうなんです、うん、実は元一輪車競技の選手なんですよね。周りの方々の影響で小学生の時から静岡城内一輪車クラブに所属してるんですよ。で日本屈指の強豪チームで全国優勝だけでなく6回も世界チャンピオンに輝いてるんですよ。ここからの転身を遂げたわけですよね。すごいね。で入れ方理由がですね、こう一輪車の怪我で鍼灸接骨院の治療を受けたことがそうかこうきっかけになったと。プロ野球選手がよくねこうマッサージする仕事をしてますよね、やっぱり自分がやられてきたからね。そうなんです、はいはい、ということで突然ではあるんですがですここで一問なぞなぞを出題したいと思います。いはい、行きましょう、はい、これすごく簡単な問題なので、はい、ちょっと答えられなかった方カメラに向かって変顔を一発もうその振りが大嫌いお願いしたいと思います。ということで問題はこちらです。一本のお花だけを運ぶ乗り物は何？一本のお花だけを運ぶ乗り物は何と、はい、これは分かりやすいですよね。分かりやすいですよね。ただ両サイドでいけるでしょう。せーのでいけるでしょ。せーのでいけますよ。いきましょう。斉藤さんがね結構困惑してるんですけど、じゃあいきましょう。せーの一輪車。なんで何も言ってない正解はおそらく原田さんだけですね。ちょっとちょっとちょっとこれはダメダメ、これは審議審議ですか。審議だよ本当に。さっきのじゃ一輪車って渡辺さん待ってた。私待ってましたよね。原田さんが優しくゆっくりおっしゃってたのをうまく対応したのかなと思って。これはもう進捗不信感です。不信感じゃあすいません、やる気が全くそれはやってよ。まだ納得されてない方のためにやっぱいや一輪、そう一輪の花を運んでるから一輪。いや今、はい、一輪だからってすごい言いましたけど言葉記者分かってなかったですよね。じゃあということですいません、お二人にね変顔を不信感。これは差をつけて、それは不信感ですが、これは答えたから。そうね、そうだね、それはこっちよ。なるほどね。それはそうよ。だってもう考えてもなかったね。もう口が動いてなかったから。すいません、はい、お願いします。斉藤さんいきなりやったのはめちゃくちゃいけないの。長くやってましたね。想像よりはよかったよ。なんかこう綺麗にまとめていただいてありがとうございます。さあということで今日は人に意外な歴史あり元〇〇の店主のお店ご紹介いたしました。今日の動画もぜひ検索してご覧になってみてください、はい。